アンチヒーロー第4話感想動画でございます。はい。いや今バナナ食べさせたら野村萬斎さんの右に出るものはいないね。ちょっとちっちゃめのバナナね。恐ろしい食い方だったな。いやあのバナナも喜んでることだと思うよ。いやそんな食べられ方して喜ぶバナナいないでしょ。あんな悪そうにバナナ食べる人大体あのスポーツの途中でエネルギーの補給で食べたりするんだから。いやでも狂言の途中でね栄養補給必要だから。いやでもほらアンチヒーローってほら「ビバンとさ同じ制作人だからさ「ビバンでもほらバナナでさ別班の実力を分からすみたいな時あったじゃん。バナナ投げてナイフで刺すみたいな。はい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 。だからアンチヒーローもねバナナで実力を分からせるっていう。なんだそれ実力を分からせる。ただ食べただけだからあれ。ビバンはほらナイフで突き刺すっていうこう技術を見せなきゃいけなかったけど、うん、ケンジの凄さはただ食べればいいっていうさ。あれで怖さがわかるわけだ。まあ確かにな。あのワンシーンだけでね。まあ4話ということで、大体この4話でいろいろ明らかになったっていうか、あ、こういう感じでこのドラマは今後進んでいくんだなみたいな、うん、なんとなく分かったことがあって、うん、だからこう 1,2,3 話でやってきた秋住が弁護してきた人たち、これ全部12年前の清水さんの事件につながってくるんだろうなっていうね。そのために秋住はいろいろ弁護を選んでやってるんだなっていうさ、うん、だからその12年前の糸井義男一家殺人事件があったけど。義男じゃないよ。糸井家だけど。糸井義男じゃない。元阪神の糸井じゃないです。あの糸井じゃないの。重里の方。糸井重里じゃないです。マザー2とかゲーム出てきてないの。トゥーネル遊ぶの糸井重里じゃなくあの徳川埋蔵金を追っていた。懐かしいな。違います。コピーライターじゃないです。違いますか。はい。その11年前の糸井さん一家殺人事件を多分だから秋住は当時まだ検事だった時代だからさ、まあそのバナナ伊達原の指示かなんかこう圧力かわかんないけど清水さんをこう有罪にしてしまったんでしょ秋住がきっとね。けどそれは冤罪だと。今の秋住の目的、清水さんの事件の真相を隠蔽した検察バナナ伊達原と、まあそれに多分大物政治家も絡んでるんでしょ、あの息子の親。大物政治家とか。うん、あと今回出てきたサプライズ出演藤木直人さんの警察の倉田、うん、篠宮パパ、この闇を暴いて清水の無実を証明することが秋住の目的なんでしょこれ、うん、そうだね。一瞬さ藤木直人さんが出てきて篠宮のお父さんだってなった時、うん、いやそんなに年離れてねえだろみたいに思って調べたらめっちゃ年相応だったね。結構若く見えるからね。いやびっくりするね。藤木直人さんだってね俺の中ではもう40ぐらいのイケメン親父みたいなさ、おしゃれイズムみたいなさ。いやそれはおしゃれイズム出てた。それはそうなんだけど、実年齢何歳なのよ。実年齢は51歳。おー堀田真由さんが25歳だからさ。ありえんだな。まあ全然ありえるでしょ。うんすげえな50で。自分が51歳の時こんなんでいられる？もっとおじいちゃんだよ。無理でしょだって。だって今だって無理なんだから。今でさえもう藤木直人さんよりおじさんなんだからね。見た目。肉体的にも見た目も。そうなのよ。でこの倉田がさその12年前にどう関与してるかっていうその隠蔽に協力してしまったことを多分後悔してんでしょ。倉田でバナナの指示じゃん絶対、うん、バナナの圧力なんでしょこれ。そうだね。なんかそのね当時秋住が家に押しかけてきてるとこを篠宮が大学の卒業式の日に見ちゃったみたいな、はい、で隠蔽みたいな言葉が聞こえてきて、うん、で大学卒業して司法試験受かって秋住の事務所からスカウト来たみたいなさ。秋住は12年前の清水の事件を解明するために篠宮とかも集めてるってことだよねこれ自分の事務所に。そうだね。うんまあでもなんかただの弱みだけじゃないんじゃないかなと思って篠宮のことも思いつつなんじゃないかなっていうね、うん、なるほどね。ただの道具にはしないはずだと思うからそんな非常な感じではないと思うよ。いやだからこれやっぱりその今までのがつながってて絶対真犯人檜山だってなるのかな。12年前ガンちゃん12年前結構若いけどね。そしたらガンちゃんガンちゃん35歳だからね今。そっか12年前だからいつまでもガンちゃんって思ってんじゃない。ン君だよ、もうガンさんだよ、今ガンさん。そのいいんだもん、内山君みたいな言い方してる。うん、12年前って20代前半半ばぐらいだとしても全然ありえるね。むしろその頃の方がいろいろ悪いことやっちゃったみたいなのあるよ。かもしれないね、確かに。一家殺害。うん、で裁判長みたいな女性のさ、瀬古さんが当時の裁判長なわけでしょ、多分清水のね。うん、でやっぱその今検事の緑川木村佳乃さん。うんまあ、秋住の絶対協力者だよ、これ。そうだね。うん。秋住は弁護士の方に行ったけど、協力してバナナを倒そうとしてるわけでしょ？バナナを倒すって言って、うん、まあね。うん、バナハラを倒そうとしてるわけじゃん。うん。そういうふうに繋がってきたなっていうね。そうだね。まあでもまだ4話だしね、この先ありますから、どういう見せ方なのかっていうところだね。うん、そうよ。うん、面白いね。あとほら、秋住法律事務所の白木大島優子さんとか、あと、青山とかにもなんかあんのかなって、その事務所にいる理由。なんか全て分かってます的なポジションだもんね。赤嶺とか、篠宮みたいに、なんか過去にさ、うん、何かがあって、秋住の事務所に来てる可能性もあるから、なんか描かれるんじゃないかなっていうね、この二人の過去とかもね。そうだね。助けられたかもしれないしね。うん、そこにいる理由がさ。うん。で、今回分かったのは、あと、百瀬玲子。はい。これ誰だったか分かります？あの女優さん。写真でさ、写ったじゃない。百瀬玲子。はいはい。気づきました？誰か。え、全然気づいてないですよ。写真だけ。あれ、吹石和恵さんですよ。あ、そうなの？福山和恵さんですわ。正しくは。いや、まあそう、分かってるけど、福山雅治さんの奥さんっていうのは分かってるけど、でも写真だけってことはないもんね。出てくるんじゃない？だから、あれが、さやのお母さんってことじゃあ。百瀬玲子が。可能性あるね。で、百瀬玲子のお墓の前で泣いていた秋住との関係ね。ここちょっと気になるね。なぜあそこで泣いていたのか、秋住が。千の風になってたもんね、完全に。うん、私のお墓の前で泣かないでくださいって、ねうん、言ってますけど。私のお墓の前でお米炊かないでくださいになってたもんね。当たり前だよ。炊飯器を持ってくんじゃないよ。うん、だからそこの関係、どういうふうに関わってくるのか。まあでもこっから5話からは12年前の糸井さん一家殺人事件のことがいろいろ分かってくるんでしょ？そうだね。うん。でなんかね、伊達原が最後ウェルカムウェルカムみたいな感じでさ迎えてたけど芸者さんたちをね、従えて圧力一発かましてくるんでしょ？そうだね、あそこね一発。うん、うん。無理やりバナナを口にね突っ込んでくる可能性あるから。じゃあ丸ごとバナナみたいに言わないで。無理やりバナナ。美味しいやつあれ、はい、そうなんだよな、だそこをもう楽しみに見ていく感じになるのかな、ここからね。そうですね。でちょっとこのドラマの内容とは関係ないんですけど、この間アンチヒーローのいろいろコラボでグッズ出たり食べ物が出たりしてるんですよ。で近所のスーパーでダークドーナツっていうコラボ商品売ってたんですよ、うちの近所のスーパーで。ほうほうほう。フジパンのやつですね。そうフジパン、これです。ダークドーナツっていうね。ダークドーナツ、はい。アンチヒーローのこのコラボ、フジパンのね。買いましたよ。どんな味かね、確かめたくて。実際味はどうだったの？中身一旦開けたんでいいですか？画像出して。こんなドーナツでしたよっていうのがこちらです。ほう、なんだこれ。見た目こんなんなんですよ。おはぎみたいな見た目だね。なんかね、カツオの頭上からカメラで撮った絵みたいな。サザエさんのカツオ。そう、頭の上からドローンで撮影したカツオみたいな。すごいよね、これ、見た目。石に見えますね。石みたいな。まあ、わざとこういう見た目なんだろうけど。うん、で、これちょっと大きさわかんないでしょ、これだと。どれぐらいの大きさなのかなっていうのが分かんなかったんで、ちょっとこの画像分かりやすく大きさを伝えるためにこんな感じにしました。大きさこんぐらいです。なんでウノの泥棒と一緒に分かりやすいでしょ。まあ普通相場はほらタバコとかのね、タバコとかの箱で大きさをこういう時は表現するんですけど、タバコ吸わないんで持ってなかったんで、一番こう身近なもので大きさを伝える場合どうしたらいいかなって考えた時、やっぱ泥棒が一番分かりやすいかなっていう。出されたらドキッとするやつだから、これ。ドキッとする。持ってたんかいっていうね。こんぐらいの大きさでした。大体。なるほど、分かりやすいですね。はいはいはい。で中身よ、割ってみました。中身、どんな感じの中身なのかなって割ってみたら、中身はこんな感じです。お、結構入ってるよ、たっぷり。ちょっと待って、泥棒な、泥棒の、ちょっと待って、大きさおかしくなってるわ。そうですか？なんかでかくなってるよ。いや、俺もびっくりしたんですよ。なかなか食べ終わんないなと思って。割ったらでかくなるシステムないでしょ、そんな。泥棒はそのままの大きさで出してもらわないと、感覚くるんですよ、これ。いや、でも味はね、本当に、ミスドのエンゼルクリームまんま。味としては美味しいんじゃない？じゃあ美味しいのよ。だから俺一番好きだから、あのエンゼルクリーム、ミスドで、エンゼルクリームの見た目黒カツオ、大きさ泥棒、大きさ泥棒。最後のカツオはどう考えてもおかしい。おかしいですか？クリームの量と泥棒のサイズ合ってないから。ですごいさ、あまりに美味しくて、やっぱこう笑顔あふれてしまうんですよね。で、思わずその笑顔、自分の笑顔自撮りしちゃったんですよ。ちょっと見てもらっていいですか？はい。あまりに美味しくて出ちゃった私の笑顔がこちらです。全然違うだろ。で、ちっちゃいな顔、ほんで泥棒と比べたら顔激小ですよ。お前、いや、見てください。すいません、ちょっと引きつっちゃったんですけど、笑顔ごめんなさい。お前じゃないだろ、どう考えて。俺じゃないですか、これ。忘れちゃったんですか、俺の顔。全く違いますし、顔のサイズおかしいですし。お前見たことあんのか、トランプ台の顔の人。バグってますか、これ。はい、完全に。あ、そうですか。はい、まあ、以上じゃないよ。以上、私の泥棒ネタ終了です。フリップ芸みたいになってるよ。これで今年の R1 狙いたいと思います。いや、狙わない。狙えないです、これじゃあ。ちょっとまだこのコラボ続いてると思うんで、昨日とかも近くのスーパー行きましたけど、まだあったんで、このダークドーナツ。だから他の商品もあるわけでしょ、ダークドーナツ以外にも。第1弾のパンもあったんだけど、それはもうなくなって、あとなんか、ビバンの時みたいに、まんじゅうみたいな、別版まんじゅうとかあったじゃん、ビバンの時。アンチヒーロー版のまんじゅうとか、なんかいろいろコラボグッズ出てるみたいですよ。なるほど。じゃあちょっと見かけたら、ちょっと食べてみましょう。ちょっと比べてみてください。家にある泥棒と、はい、本当にこの大きさなんで。わかりました。そういうご報告も皆さんからお待ちしてます。はい。じゃあこんな感じですかね、今回の動画は。そうですね。では皆さんのコメントもコメント欄でお待ちしてますんで、よろしくお願いします。では今回の動画は以上でございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。